人間ふん。ここの場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？城に火を放ちやがった。どうこうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが家系を使ってくると。火が回りきる前に城を制圧しましょう。みんな早くこっちに来て、どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぐ急ぐ、怪物の進撃を食い止めねば。いられぬ。城門を押さえ、怪物の侵入を防ぎましょう。この斧方、よろしく頼みましたぞ。負けられぬ。なかなか、はよ、最高だ。俺だからお前と一緒は面白い。陣球殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため大筒の準備をします。よろしければ主膳殿もご一緒に。なあ、俺たちを家計で出し抜こうなんて甘すぎる。ついていきたい、そう思わせる戦いだ。中虎、行くぞ。それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。一、レイク殿についていけ。彼女はまだ軍に馴染めていないだろう。わかりました、お任せください。長政様、中虎、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください、私が必ずや長政様をお守りします。お見事です。私もあなたのようになりたい。貴公こそ真の三国無双なり。二人、私と一緒に進む。ええ、レキさん、あなたの力頼りにしていますよ。そうか、お前の期待にかなわぬよう奮戦するぞ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。敵将打ち勝った。長期流剣断片やぎる胸のやつ、それなりに楽しめそう。両夫殿は一人大丈夫なんですかね。両夫殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてはその分を生かせぬだろう。仕方あるまい、任務は我らが着実に遂行せん。ここは炎の怪物の進軍だ、譲れはせぬ。ここは倒せへん。今度こそダキちゃんの役に立ってみせる。打ち取った。負けられぬ。卑弥呼か、窮地とて容赦はしない。立ちはだかるならば私がここで打ち倒す。お待ちください、私たちも共に参ります。なんとかなりましたね。お二人ともお怪我はありませんか。大丈夫。レイキ殿、さすがね、見事な活躍だ。いや、お前たちの協力があっての戦果だ。私一人では手間取っていただろう。では中央の門を押さえた。引き続きここを守らない。ここを通ろうってか。ならその獲物を置いてきな。簡単に行かせてはくれないか。参りましょう長政様。
ああ、我が槍で貫いてみせる。負けられぬ。ダキ様、申し訳ありません。俺の出番だな。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。今日も終わるんだぞ。よし、この門は押さえたな。注意を警戒しましょう。敵に奪い返されると面倒です。やりやがるじゃねえか。よし、門は押さえた。ここで炎の怪物を食い止める。この地点で迎撃に徹するとしましょう。我こそは源の九郎義経。ここは抜かせぬ。手ごわい敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。俺の出番だな。貴様の剣には興味がある。俺と戦え。なら場所を変えようか。ついてきなよ。父上、どこへ行かれるの。殿を見送る胸中はお察しします。ですがご心配は無用です。源氏武者を貶めてしまったか。この辺りに応接があるはずです。あったぞ、陸さん。早速火を入れよう。家康殿の話でここをこうすると。よし、発射。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。レイゴー、大筒が火を吹きましたな。リクソン殿、さすがのお働きですぞ。少しは動かないとダッキに怪しまれる。神の力を決められぬ。果汁が出てきたか。少し様子を見たいところだが。俺の出番だな。ここは我らに任せよ。果汁殿の元へ行くがいい。命令違反とも取れる行為だ。今回だけは目をつぶ。将来だ、武器殿。すみません、行ってきます。今日も大抜きだぞ。こんなところでいいだろう。俺は下がるぞ。やられるの早くない。悟空さん、代わりに行ってよ。たく、猿使いが荒いね。まあいい、大活躍してやるぜ。カージュさん、まだ撤退してなかったの。人間がここにいたら焼け死んじゃうわよ。他の奴らは引いて、この時を待っていた。カージュさん、まさか裏切るの。なんちゃって、それぐらい読んでたわよ。ダッキ様、お下がりください。まだ兵が残っていたか。もう少しで私を倒せたのにね。勇気抹殺しちゃって。食ってやる。あ、いた、当たった。これ退散するしかねえな。あばよ。カジュウは無事なのか。あいつ城内にいたんじゃ。うひゃー、なんで。ちょっと勇気起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂ったけど、あの姫妖魔に当たったみたいだ。これでお前一人だ。覚悟しろ、ダッキ。何これ、こんな展開ありえない。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。
オーディン一人を斬れば異界の乱は収まる。その確証が欲しくて内情を探ってたんだがね。やつの力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃ無理だから、こっち側にいてオタクらを太らすことに。何をグダグダ言っている。さっさと俺と戦え。降参するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。ゼウス殿の場所が分かった。ついてきて。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。ゼウス、うまく進んでいるようだな。